皆さんこんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね2019年12月8日ということで日曜日ですので、恒例のまとめ記事ということでお話をしていきたいと思いますが、今日はですね先月に投稿しましたハウツ&レビュー動画という YouTube の動画をですね、まとめて紹介していきたいと思うんですけど、まずはですね、このあたりからご覧いただきましょうかね。どうぞ。はい、毎回話してますが、このハウツレビュー動画っていうのは2014年の5月から始めたもので、新しく YouTube のチャンネルを作り直したときに、やはりね、15分動画だけではちょっと厳しいだろうということで、いろいろですね、枠組みを変えてやっています。現在、ハウツ&レビュー動画だけでも2096本も動画投稿しています。ちなみに合わせると6000本ありますけど、ぜひですね、見てほしいなと思うんですが、で、最近ではですね、ゲーム実況をちょっと頑張ってまして、ゲーム実況の、再生リストに2つ動いてますね。で、ゲーム実況がすごくですね、再生回数が最近伸びているので、非常に助かってるんですけど、やっぱりね、人気コンテンツを実際自分で作ってみると非常によくわかりますね。やはり、みんなが見てもらえるものっていうのは、あるんだなということですね。だから、自分の YouTube が見られないって嘆いてる方は、コンテンツが良くないっていうことはもう間違いないことで、非常に勉強になりますね。はい。あとは、ポケモンとかいろいろやってるんですけど、ではですね、振り返っていきたいと思います。はい。まず一つ目ですけど。はい。実はですね、ハウツレビュー動画の方にもゲーム実況のものを一部入れています。今回のこのハウツレビュー動画以外のね、再生リストっていうのは、その、バトルをしてる様子のアカウントを2個用意しているんですけど、その2個ある中での1つは課金を非常に頑張ってやって、頑張ってというかですね、お金を使って強くしているものと、もう1個は無課金で頑張っているのと2つあるんですね。で、これはバトル集ということでくくってるんだけど、バトル集ではなくて、ちょっと面白かったものとかね、こういったものをちょっとピックアップするものということで、それをですね、このハウツレビュー動画の中にも入れています。まず1つ目なんですけど、これは、ジュラシックワールドアライブっていうゲームの、キャンペーンっていう、なんていうかな、コーナーがあるんですけど、ここの中の、ミッションをずっとクリアしていくキャンペーンがあるんだけど、これのね、最終ミッションが73まであるんですけど、この最後の73のとこにですね、体力が8888というね、化け物みたいな恐竜が出てくるんですけど、これにですね、連戦惨敗のバトルを見せてるんですが、実は、これ見せてるっていうことは逆に勝った動画があるんですけど、これはね、再生リストも入れてるんですね。これは NG 集というかですね、そういう意味合いも含めて、追加こっちの方にしておきます。はい、続いていきましょう。こちらです。はい、羽田空港を離陸して北海道の名産物空港へ着陸する寸前の飛行機を Google マップの GPS で表示ということで、これね、一回やってみたかったんですよね。で、これは飛行機の中で Wi-Fi 接続がオンになってないとできないので、なかなかできなかったっていうのがあるのと、あとね、この、結構これ空港に降りる寸前まで Wi-Fi が公開されてたので、開放されてたので、できたっていうことと、あとね、やりたかったのは、このマイナス2度っていうやりたかったですね。実際に天気が入っていて、マイナス2度の上空を飛んで、だんだん空港に近づいていく様子っていうのを撮りたかったんですね。こんな形で画面収録で撮ってました。ちょっとまたね、別バージョン撮りたいものもありますので、またね、追って紹介したいと思いますけど、なかなか面白いコンテンツだと思います。はい。続いて。はい。岩手県の遠野市で郷土料理と有名な鶏卵を食べてみたということで、鶏卵っていうのは、鶏の卵のことを言います。このような鶏の卵みたいな形をした、なんていうんですか、まんじゅう。まんじゅうですね。これをお湯に入れてですね、お湯にこう割って食べるっていうですね、郷土料理があるんですけど、これをね、ちょっと紹介したくてですね、動画に撮ってみました。はい、続いて。
東京で Google マップのライブビューにして歩いてみたということで、まあ、実際にね、このライブビューモードっていうのを説明するのに、屋内で、セミナーがありますから、屋内ではですね、このライブビューモードが使えないんですよね。だから説明するように、まあ、動画を撮っていかないといけないということで、今回ね、撮ってみたんですけど、まあまあ、もうちょい頑張って、もう一回撮り直す必要がありますけど、まあまあ撮れたんじゃないかなと思ってますね。はい、続いて。Twitter 上で、ペリスコープでラジオ配信して、そのコンテンツは動画なので YouTube にアップできる。まあこれは書いてる通りなんですけど、まあ、ペリスコープっていうですね、ものが Twitter 上で動くんですけど、ラジオ配信ができるので、ラジオ配信ね、ぜひ皆さんも挑戦していただきたいんだけど、ラジオのいいとこっていうのは、音だけなので、顔出さなくていいですから、ちょっとね、自分が化粧を落としたとか、人に顔を見せれないよって言ってても、音だけで伝えることもできますから、ぜひやってほしいなと思いますね。続いて、こちらです。はい、新潟市役所で、グリーンスクリーンに背景を入れてみたということで、これもう一個ね、セットで紹介しますと、実際は、この、グリーンスクリーンバックで撮っているんだけど、これを撮ったものにですね、こう背景を入れることができる。まあこれ背景にね、こうシワがついているとシワが入るので、ちゃんとアイロンでかけてですね、やっとけば綺麗に撮れるんじゃないかなと思うんですけど、まあこういうものって、非常にね、ノウハウとして大事なので、ぜひですね、YouTube の背景変えるっていうのをね、挑戦してほしいなと思います。ちなみに、うちの今の事務所の上にありますところにも、背景を変えれるやつが、上ですね。ここにスクリーンがあると思うんですけど、これもそうなんですけど、ぜひね、やってみてほしいなと思います。さて、次ですが、はい、こちら。口爆で動画を撮っておいて、後から iMovie のアフレコで音を足すこともできる。これも、ちょっと実験としてやりたかったことなんだけど、その音っていうものを考えたときに、まあ、こんなことだってできるんだよっていうことで、例としてね、非常に面白いと思うんで、ちょっとやってみたんですが、ぜひ皆さんもね、その参考にしてほしいなと思うんですけど、つまり、どうやって、この人がいるときにね、声出せないときあるじゃないですか。だから、口パクで喋っといて、後からね、音を足すということもできますから、こんなノウハウも面白いなと思いますよね。はい、続いて、これは新潟市役所で行った、研修があるんですけど、その時の冒頭を撮るためにですね、撮ったものですね。まあ、こういうもうね、NG 集というか、もうネタはね、全部上げとけって話で、もう上げてます。僕の場合ですね。はい、続いていきましょう。はい、ホームページに書かれた内容を読み上げながら補足して解説する動画を画面収録で撮れると書きましたが、まあ、こんなのでも OK だと思うんですよね。なんか、こう、今までのやり方とは違うね、見せ方っていうのを考えてほしいなと思うんですけど、まあ、こんな感じで動画撮ってもいいんだなってことね、分かってほしいということで、いろんなパターンの動画をですね、撮っていますので、参考にしてほしいなと思うんですが、まあ、自分のホームページに、一生懸命作ると思います。で、写真入れたり、文章入れたりとか作ると思うんだけど、それをそのまま、音声で解説するっていう動画でいいんですよ。で、これは音声で伝えることもできるんだけど、ぜひやってほしいのは、写真をつけて喋った時と、写真をつけないで喋った時は、喋る内容が変わりますから。で、これをね、経験した方は、わかると思うんですけど、これがなぜ大事かってことがわかると思うので、ぜひね、ちょっと試してほしいんですけど、まあ、そういう意味でも、この画面収録しているものに、音を足すっていうことの意味が多分わかると思うんですね。はい、続いていきましょう。はい、またゲームが来ましたけど、はい、これはですね、なかなかね、この 11,115 って数字は出てこないので、まあ、このね、最強の、体力、攻撃力が出たものを取ったものなんですけど、まあ、こういうものって、やっぱり、こう、アーカイブ取ってなきゃいけないなと思います。最近ですね、この、一時、この画面収録機能が、Android の携帯の方で、どうもアプリの調子が悪くて、うまくいかないかってことがあって、その時に思ったんだけど、
画面収録をして動画を撮っているんだけど、画面収録をやめるとですね、モチベーションが下がったんですよね。やっぱり自分が頑張ってる様子っていうのが、後から振り返る、もしくは共感してくれる人が一人でもいるっていうことがモチベーションになるもので、で、これがないとですね、なんか振り返れないし、そういうもんだなってことをね、ちょっと自分も実感したんですけど、ぜひね、皆さんも、自分の、生きがい、生き様ですね。生き様、そして、自分が喋ってることっていうのを音声として残すということをね、ぜひやってほしいなと思うんですよね。はい、続いていきましょう。こちらです。はい、これってバグ、一つ打っただけなのに、ディスプレイ、ディレイ1の確定凶暴化と無敵が打てないということで、まあ、こんなことをね、例えばバグがあった場合に、これ画面収録していれば、バグがあったっていうことをですね、まあ、訴えることもできるんだけど、ない場合は再現性がないので、そうなんだよって言ってもしょうがないじゃないですか。だから、やっぱりね、この証拠を残しておくっていうことは大事だってことはね、画面収録するとね、すごくよくわかります。はい、続いていきましょう。こちらです。はい、ライブ配信すべき理由っていうことで、ここに書いてますけど、これもね、ライブ配信の理由の一つに、生中継したっていう証拠は生中継しないと取れないんで、まあこれもね、やった方しかわからない。すべてそうなんですけど、まあ、頭でっかちになって、自分がね、こう、机上の空論で考えることも大事かもしれませんが、やはりね、やらないと分かんないことっていっぱいあるので、ぜひですね、ライブ配信もね、挑戦してほしいなと思うんですよね。はい、続いてこちら。ラジオ生配信すると、ツイッターのライブ音声モードをして撮ると簡単ですよ、ということで、まあ、いろんなね、配信アプリとか、配信サービスあるんですけど、僕は、ぜひね、ツイッターのラジオ生配信をお勧めします。で、まあ、とにかくね、生で喋ってみるっていうこと、そして、その緊張感ですね。後で、なんかカットできればいいっていうね。まあ、そういうのも大事だけど、やっぱり、こう、見られているという前提で、喋るっていう練習はね、しておくべきなんです。なぜかっていうと、普通に商売って、人に話すときには、編集カット聞かないからですよね。リアルで喋ってる場合って、生中継ですよね。なので、そんな感じで考えてやっていくのが大事だなと僕は思っています。はい、そしてですね、またゲームの動画がありますので、また見ていただきたいんですけど、まあ、非常に強いのが出てきたということで、まあ、自分が勝ったものはね、なんか、ちゃんと再生リストの中で、バトル集で勝ったもの一覧っていうんであげたいけど、負けたやつって、やっぱりこう、なるべくね、こう、見せたくないと思うので、それをね、こっち側の方に入れてるっていうふうに思ってもらえばいいと思います。はい、これも同じくですね、移動速度140段。これめちゃくちゃ速いんだけど、負けたよっていうことで、動画を撮ってきました。ただね、まあ自分もこういうふうな証拠を撮っていれば、自分が頑張ってね、これ以上に行けばね、強くなるわけなんで、こういうものも大事かなと思いますけどね。はい。そして、こちらですね。月始めにいつも動画で撮っています IoT セミナーのセミナー告知動画なんですけど、まあ、以上な形で今月は17本ですね。ハウツーレビュー動画をまとめてました。はい。おかげさまでハウツーレビュー動画を始めまして、まあ、5年ぐらい経ちましてですね、動画も順調に増えまして、まあ、6000本も突破してですね、で、もう何でも動画が上がっているような形になっているんですけど、まあ、とにかく継続っていうこと、が大事だなっていうことと、実践するっていうことが大事だなっていうことを、レビュー動画撮ってていつも思います。で、僕も今風邪ひいてますから、声もちょっとこんな感じですけど、やっぱりね、残さないとねって思うんですよね。で、その精神っていうか、そのマインドっていうかですね、をぜひ皆さんも体験してほしいなと思うんですよね。で、やっぱりね、有限ですからね、人間ってね。せっかく喋るんだったら、それをね、残しておいた方がいいと思いますから、ぜひね、やってみてほしいなと思います。インスパイアの二人でした。ありがとうございました。